皆さん、こんにちは。非常識な教室経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、あなたがうまくいかないのは、うまくいっている人の思考がないからかもしれないというお話をしてみたいと思います。えー、実はですね、先日、あのこちらの私の、えー、と5冊目の本が発売になりましてですねあの、今回のテーマっていうのが、マインドで、 集客をををうううままくいいかせるる基礎を作りましょうっててお話を書いてる本なんですよ。でこちらの方は Amazon キャンペーンでも1位になったりとか発売前にもあの増刷がかかるほど割とこう人気になっている本なんですけれどもで、まあ、ど,どの領域が人気になっているかというとおそらくなんですけどもちろん皆さん集客したい人多いんですよね、まあ、当たり前です。 それそれでコンサルタントっていう職業が成り立ってるわけですからだけれどもここにも書いてあるんですけれどもその下の方にですねここに、えっと「5,000人超えの悩みを解決自宅教室経営のプロが見てきた同じ実力でも成功する人としない人の違いは?」っていう本になってるんですよね。だだかかから、あのー、同じ実力ででも思考だけで成功するかしないかが 決まっっちゃううよてていう話が書かれてるんで、まあ、共感しやすいしすぐに直す実践がしやすい内容になってるから、まあ、おそらく売れてるんだろうと思うんですけどで今日はこのお話にもなぞらえて先ほどあのクライアントさんとお話をしていてあそこだよねって思ったのがあったんで皆さんにシェアをしようと思ってこちらの動画を撮っていますそれがテーマの「あなたがうまくいかないのはうまくいってる人の思考がないから」かもしれないっていうお話です。はい では本題に入っていいいきたいと思います、えっと。その方とねどんな話をしていたのかっていう話なんですけれども、えー、集客の施策、いろんなのやり方 SNS とかリアルとかいろいろあるじゃないですか。でその時にこういう考え方をしながら協力パートナーを見つけていくとかね協力していく相手を見つけるとかお仕事をする上で。 その人も幸せににになれるるようアアイディアを必死に練るんだよっていうまあお話をしたんですよ。つまり、えー、自分だけがうまくいく方法じゃなくて一緒に関わる人全ての人をうまくいかせるスリーウィンとかよく言ってるんですけどね自分もいい一緒に付き合う相手のパートナーさんもいい 自分のお客さんもいい、その相手の先のお客さんもいいみたいな、まあ、これだと4つになるんですけれども、私、ま、最低3ウィーンです、自分と相手と自分のお客さん、この3つ、これがすべて嬉しいように、事業設計とか、イベントとか、集客の手法とか、組むことができないかって考えるところがスタートだよっていうお話を、ね、伝えたんですよ。で私はあの仕事、営業時代、 の時からもそうだったんですけれども自分の会社だけがうまくいくように組むと絶対に採用されないんですよ当たり前ですけど相手の会社ありきでその提案書って採用されるじゃないですかだから相手の会社の状況とか相手の一番欲しいものを形にしてあげて提案するから採用されるんですよねその領域になると価格勝負じゃなくなるんですよ もちろん価格はあの検討される大きな要因ではあるんですけど提案の内容が良ければしかもそれが相手に伝われば私の提案は競合他社の同時プレゼンの安いところよりも高くても話がポンポン決まっていっていたんですそれは相手が欲しいものを見せているからというのが一番大きな要因なんですけどね。なのでもともとそういう思考癖が私はついています要はトップセールスの思考癖です トップセールスっていうのは頑張って売らなくていいんですよ。売らなくてよくって見せるだけでいいっていうこれが基本的な考え方です。見せるっていうのは相手が欲しいものはこれで私こういうふうにできますよを伝えるだけっていうことになります。でこのの思考も結結局、一個人事業だっったとと、ししても当ててて当はめていくのがが構必要で、自分が独り勝ちするよううにやってしまうと 大概うまくいきまくきせん例えばお客様にここまでやってあげたら本当は喜ぶのにいやお金かかるし自分めんどくさいし時間なくなるなって思ったらやった方がいいんですよそれ <laughs> 分かります私はいつもそうしてるんですけど人がめんどくさがることほどやると当たり前ですけど相手の方って喜びますよねだあそこまでしてくれたんだとか言って言ってこれあの 勘違いしてはいけないのが喜んでくれない人なんか当たり前と思っちゃってる人にボランティア的にやるのはしょうがないんですよダメですよそれはそうではなくてちゃんとその意図を分かってくれて感謝をしてくれるようなタイプの人に奉仕をするっていう感じですね先にこちらが要は本人が思っている喜びの度合いよりも超えてくる150パー200パー超えのものを提供することができたら感謝されるからその感謝が 申し込みになったり予約制約になったりっていう風になっていく循環があるんですよねだから先に自分が奉仕する折れるっていうことが必要になるので搾取する要は自分が儲かるように自分の予約自分の口座に予約が入るようにと思って動くと相手に対してのリスペクトがなくなったりとかその やっっててあげたら喜ぶっていうのをなるべく削ろうとするんですよ利益残したいと思っちゃうから全く逆の方向に動いていくのでそういう人って1回がうまくいってもリピートが入らないからその先がなくなっちゃうっていうものになっていくんですよねだからそれって考え方一つなんですよ自分の方がいい感じのものを提供できる考え方を常に持っている人と自分が特に得するようなことばっかりを考えている人では当然運転の差の収穫量の 実績結果が出てきてしまうということはですねうまくいいいいかかなななな人人っってててららの助言って当てにならないんですよ例えばこんなことをしようみたいなことを言ったとしますよねそしたら反対する人ってえなんでそんなことやるの時間の無駄じゃないとかそんなことをしてもうまくいかないよとか言ってくる人いるんですけどそういう余計なおせっかいを言う人に限ってうまくいってないですから大体大体。だいたいだいたい <laughs> ここポイントですよ言うことを聞くのであればうまくいっていて幸せに事業展開ができている人でお金も循環している人の言うことを聞いた方がいいんですうまくいってない人は行ってない方の道に引きずり込もうとするんですよ無意識的にだって自分だけうまくいってないのが残念だからです仲間を増やしたいんですようまくいってない仲間をそういう人ってある意味呪いの言葉を吐きますからね いや,そんなのやっても無理、うまくいかないと、要は自分の領域に引き込もうとする。逆にうまくいってる人っていうのはうまくいってる法則で動いてるからその人の行動とか思考パターンとかその方向性に沿っていこうって思うだけでうまくいき始めるだから好転すする循環にどんどんんん変わっていくんですよね。まあ、この多分メカニズムは分かっていただけると思うんですよ。 でその話をね私がしたら、あ、はあ、そうなんですねって、私、今までそんなこと考えたことがなかったし、そんな考えの人が周りにいなかったって彼女言ったんですよ。これ結構ポイントですよそんなな考えの人が周りにいなかったつまり、彼女は、まあまあ、もちろんこの本も、ね、すごい感銘を受けて、今、実践をいろいろやってくださってるんですけど、 そういう世界を見せてくれる人の領域に自分が動,動いて出会いに行かないと会えないし思考に触れられららなないいと変わらないんですよだから自分がちゃんと動いてそういうタイプの人を探しに行くで見る目ももちろん大事ですよ変な詐欺師みたいな人もいますからね本質を見抜く目っていうのは必要になるんですけれども少なくとも変わり映えのしない そういった意見、まあ、どちらかというとネガティブ要素が強い意見ばっかり言う人の中にいる人はみんなでうまくいかないんですよだから勇気を持ってそこから離れる何しろもしかしたらその人たちとの関係が切れるかもしれないだけれども自分が変わりたかったら変われることができそうな環境に自分の身を置くっていうのが結構大事でこれ勇気がいるんですよやったことがない人には。 だってあの何もしないでそこにいる方が多分楽だからしかも批判されちゃったりする可能性があるんですよそこから動いた人のこと変わっていくのうらやましいっていう妬みもあるかもしれないけどここが一つちょっと大きな転換点になるのかなっていうふうに思ってます永遠にうまくいかない思考の仲間たちとぐるぐる過ごすのかうまくいく人の思考に触れながら自分を高めに上げていくのか こここののの分断の境目のところで辛い思いい思思を多分すするることとはあると思いますでも一つそちらの領域に変わると思考が変わるから世界が変わってそうすると自分が望んでるお客さんと楽しくお金も回って過ごせるようになるのでま,あまさしく「集客マインド好転バイブル」っていうことでね思考が変わると行動が変わって行動が変わると成果が変わって世界が変わるっていうそんな感じですね。 だいたいスキルがあってもうまくいってない人ってマインドにだいたい問題があります。もうこれはあのかなりの人数やっぱ数千人ですね見てきてお話伺ってきて私最初の5分で実はその人のうまくいってない思考癖とか口癖が分かってます実は話聞きますけどねちゃんと最後までその上でアドバイスするんですけどだいたいその人の癖 ががうまくいいいいかない要因を作っていることが多いですで本人無自覚の場合と自覚している場合と両方ありますで自覚していてやらない人は、まあ、なるまあ現実を直視したくないっていう線ももちろんあるしまあプライドが許さないっていう面もあるんでしょうけどうっすら自覚しているのを誰かにとどめさされないとダメなんですよそういう人って。ですよねって言ってだからあなたは変われない。 で、それを聞いて素直に動けるのか「いやとはいえ」ってなるのかそれはその人が勝手に選ぶことなんでどっちでもいいんですけどその癖を直さなないいいい限りは、世界が変わらととうこでです。す恐ろしいですよ口癖ってあの。よく面談とかやってると、まあ、30分とか短い時間でもめっちゃその人のことよくわかるんですがあのその口癖あんまり良くないなって思って。 私が思って「うん?」って気になる口癖って30分もあったら10回は使ってますねその人、はい、だからそのせいでうまくいってないってことが分かってないのもまた残念な感じなんですけどねなので、あのー、うまくいってないなってもし思うんだったら自分の周りの付き合ってる人たちもちょっと見てみてくださいものすごくうまくいってる人とばっかり付き合ってるのにうまくいってないとしたら、あのー、自分の性格に問題があるかもしれないもしかしたら。 素直にその人たちの意見を取り入れることができない頑固な性格とかそこを見直す必要があるかもしれないいろいろ改善点はあるんですけど要は今の現状だと変わらないっていうことなんですよってことは変えるために変わる方向に自分が動く必要があるよっていうそういうお話ですはいなのでうまくいってない人はうまくいってる人を探して その人の思考を真似ていくっていうふうに自分が動いて変わる必要があるっていうのが今回の趣旨でした、はい、ではまとめていきたいと思いますあなたがうまくいかないのはうまくいっている人の思考がないからかもしれないということはうまくいっているこの人好きだなこの思考を自分も手に入れたいと思ったらまずその人に近づくこと例えばそれが本がきっかけだったらまずは本を読んで実践をしてみるセミナーやってるんだったらセミナーに行ってみる 私のようにコンサルとかをやってる人だったらコンサルを受けてみるで。どんどん近づくと思考がちゃんとその人寄りに変わっていくのでリアルにより近づいていくほど変化の速度は速くなります、はい。ということで本日はそんなお話でした。ご参考にしてみてください。それでは。